こんにちは、リトマンです。天気を気にする人のビデオ、このチャンネルは天気を気にする人の私、リトマンがゆるくお送りする多肉植物開墾植物の情報チャンネルです。チャンネル登録がまだお済みのない方は、ポチッと登録ボタンをよろしくお願いします。ということで本日は前回いただいた動画のコメントの中からこちらの企画やっていきたいと思います。我が家の多肉植物開墾植物の書籍紹介でございます。まあ書籍紹介はあんまり再生数毎回伸びないので、まあ見たい方だけ見ていただければいいなと思っております。植物は一切登場しませんので、そちらだけはご了承ください。はい。で、書籍紹介前、ちょっと前にしたばっかりだよなと思ったんですけど、なんかよくよく見返してみると、前回やったのが、ステイホーム、緊急事態宣言出てる時に、まあ、ステイホームで本を紹介しますっていう時以来、まあ実はやってないんですよね。なので2年ぶりぐらいかなの書籍紹介になります。まあとはいっても2年経ってもあんまりこの界隈新しい本って出てなくて、まあそんなに目新しい本はもしかしたら紹介できないんじゃないかなっていうのと、前回まではジャンルに分けて、まあこれは栽培初心者用です。まあこれは洋書です。みたいなジャンル分けをしてある程度3冊ずつぐらい紹介したんですけど、まあ、今回に関しては、まあ、ちょっと雑談チックにお話をしながら、まあこの本良かったよみたいな動画にしたいかなと思っております。なので、いつも以上にあんまり見どころないですし、まあだらだらと私が喋ってるだけの動画になりそうなので、まあちょっと良かったら時間がある方はながら見しながら見ていただければと思います。では本日もよろしくお願いします。では早速なんですけど紹介していきたいと思います。こちら横に見えるのが我が家の寝室、植物を管理している部屋に置いている本棚、2列3段で、まあ、結構ね今ギチギチに本が詰まってるんですけど、まあ、本が置いてあったり植物が置いてあったりで、もうちょっとしっちゃかめっちゃか整理されてない状態ですが、まあ、その中から何冊か私が紹介したい本、今回は紹介していきたいと思います。でこの 2,3 年で変わったことといえば、なんかね圧倒的に自分の興味というか、まあ、多分出てる本も増えたと思うんですけど、まあ、自生地とかあと旅行記とか、まあ、そういった本が増えたんじゃないかなと思いますね。まあその中でもきっとこれですね、まあ、アンクルプランツっていうインスタのアカウント名で、まあ、植物おじさんという方いらっしゃるんですけど、まあ、その方自生地にいろいろ行って、マダガスカルとか南アフリカとかで、そこの植物をインスタで写真載せたり動画にして投稿してくださっている方なんですね。でその方が出したザ・アンクルブックっていう、まあ、これが自費出版で出されている書籍になります。多分この植物おじぼんは皆さんもご存知じゃないでしょうか。これが、まあ本当にこれは写真だけで、これまでで8冊も出てるんですけど、まあ、いろんな海外の自生地の植物の姿を写真が載ってるフォトブックなんですけど、まあ、これ持ってない方ね、絶対買った方がいいですよ。まあそこらの書籍よりめちゃくちゃクオリティは高くてすげえ押せます。まあ、これを出されてる植物おじさんが、これは写真だけなんですけど、まあ、こっちは写真とあと文章がちょこちょことあるエッセイ的なものですね。ただこれもまあ書店とかではもちろん買えないですし、まあ、毎回買えるわけではなくて、インスタで定期的に販売をされているので、今は多分販売されてないんですけど、まあ、ちょっとその買える機会があったらこちら、まあ、植物おじぼんもおすすめですし、まあ、このザ・アンクルブック、まあ、今3巻まで出てるんですけど、まあ、こちらもすごいおすすめなので、まあ、ぜひ機会があったら読んでみてください。まあ、という形で自生地に行ってきましたっていう本が、まあ、この 2,3 年間で、まあ、自分の本棚にも増えましたし、まあ、結構個人で出されている方もすごい増えたんじゃないかなと思います。まあ、この植物おじさんとかはもう写真もめちゃくちゃすごいいい写真ばっかりなので、ぜひ、まあ、今は多分マダガスカルにまた行ってるのかな、なんで帰ってきたらぜひともちょっとどっかの出版社さんと一緒にちゃんとした本を出してほしいなとか思ってるんですけど、
という形の自生地巡りとかが増えたんじゃないかなって個人的には思っています。まあというのもコロナ禍以降燃料費とかも上がりましたし、まあちょっと飛行機代もかなり高くなって、まあ、あとはマダガスカルとか南アフリカとかって、まあ、なかなかちょっと長期の休み取っていくのは厳しいですよね。まあ、なので、まあ、そういった疑似体験というか、まあ、そういった形の本がまあ自分の本棚にも増えたかなという気はしています。まあこの植物王子本、まあめちゃくちゃおすすめなのと、まああとはですね、この本も結構良かったですね。まあこれもどちらかというと、まあ植物王子本と同じで、自費出版的なフォトブック的な感じで出されている本なんですけど、これ、まあ一応ちょっとアカウント貼っておきますが、今見たらソールドアウトになってました。まあこれは、どちらかというとマダガスカルとか南アフリカじゃなくて、アメリカですね。メキシコに行ってきた時の、まあ、旅行記みたいな感じで出されてる、まあ、フォトブック。で、これもすごい現地の写真いっぱいあって面白かったです。こういう個人が出されてるフォトブックが結構最近は熱いというか、これからもっと熱くなってくるんじゃないかなとか個人的には思っています。こういうのがかなりうちでも増えましたね。まあ、これもそうですし、まあ、あとはこれとかもそうですね。これが南アフリカ。南アフリカのケーププランツっていう、これもバーコードとかついてない自費出版の本だと思うんですけど、まあ、これも内容すごい良かったです。まあ、写真と文章があるっていう感じの本なんですけど、まあ、こういう本がうちでは増えたのかなとは思っております。まあ、見てて面白いですよね、すごい。まあ、いつか私もマダガスカルに行くのが最終目標ではあるので、まあ、行った時はまあもちろん動画もそうだし、まあこういう自費出版というかフォトブック的なものは出したいなと思ってますが、まあいつになるんでしょうか。まあでもちょっと頑張れば10日では無理か。20日ぐらいいるのかな、やっぱり1ヶ月ぐらいはいるのかな。ちょっと1ヶ月なかなか休み取って仕事休むってなると厳しいので、まあでも2週間ぐらいだったらなんとか今の会社だったら有給使えば取れるような気もするんですけどね。まあいつか、まあ今お金は全然そこに回せるお金はないので、まあ、いつかは夢としてはあります。はい。で、さっき紹介したのはどちらかというと自費出版系の本なんですけど、まあその最たるものがこれじゃないですかね。まあ自生地の多肉植物っていう書籍です。これが国際多肉協会の小林会長が出された本で、1978年からの写真がここにたくさん集約されているという一冊ですね。もう鉢植えの植物一切載ってなくて、全て自生地の写真ばっかりになっております。まあ、もちろん1978年、何年前、30年もいかないか、25、6年前ぐらいなんですけど、まあ、この時の写真があるので、もちろん画質はそんなに良くないんですけど、まあ、ただ今となってはもう自生地滅びちゃって見れない写真とか貴重な写真たくさんあるので、まあ、ちょっとこれ5000円ぐらいする高い書籍なんですけど、まあ、全然買う価値はあったかなと思います。まあ、なのでこの自生地の多肉植物も自生地つながりとしてはめちゃくちゃいい書籍でしたね。まあ、あとはこれも紹介したかわかんないんですけど、ナマクワランドの多肉植物、まあ、こちらに関しても自生地の写真集というか、まあ書籍ですね。で、これはもともと洋書で持ってたんですけど、日本語訳されて、まあ国内でも新しく出ました。まあ、これもかなりいい本ですよ。もう全部自生地の植物の写真ばっかりで、で、きちんと、まあ、解説とかもあったりするので、まあ、これもすごく持ってて読んでて満足度の高い一冊だなと思います。ナマクワランドの多肉植物。まあ、だから本当自生地の本って増えましたよね、こうしてみると。で、最後もう一個だけ自生地つながりとして紹介しておきたいのがこれです。珍奇植物ハビタットスタイルという一冊です。これがハビタットスタイルって何かというと、まあ、鉢の中で自生地を表現しましょうという、まあ、楽しみ方なんですけど、まあ、石とか、まあ、砂とか使って、まあ、それらしく自生地っぽく植え付けるっていう楽しみ方なんですが、まあ、これをずっとされているのが河野さんという方で、その河野さんとあとブログでも有名なシャボマニアックさんが出された本です。まあ、ハビタットスタイルの楽しみ方とか、まあ、こういうふうに植え付ければいいですよっていうスタイルブック的な感じの本一冊なんですけど、まあ、あとは品種の紹介もあるし、コラムもしっかりと載ってるので、まあ、これは読み応えあって、去年発売された、去年かな、これ去年かな、出たの去年で合ってる、2022年ですね。なんで一昨年か、2022年に出た本なんですけど、まあ、その中ではかなりこれいい一冊でした。まだ持ってない方はぜひ、まあちょっと手に取ってみても
いいんじゃないかとおすすめできる一冊です。まあ、この辺りが自生地本なんですけど、まあ、ちょっと自生地本だからかなり増えたかなっていう印象はあります、この2年ぐらいで。で、次がこれもしかしたら以前紹介したかもしれないんですけど、このマダガスカル異端植物紀行という一冊です。これかなり古い本で、いつだっけな、1995年、だから30年ぐらい前ですかに出た本ですね。で、30年前ぐらいに出た本なんですけど、まあ今でも流行ってるパキポディウムとか、あとオペルクリカリアとか、しっかりと記載がされてる、触れられてる本ですね。で、面白いのが、例えばパキポディウムとかに関しては、まあ今だとグラキリスとかが、まあ一番人気の品種だと思うんですけど、まあこの本の中ではグラキリスって一切出てこないんですよ。グラキリスっていう言葉一切出てこなくて、パキポディウムに関してはロスラツムとかが記載されていますね。なので今とはちょっとね、やっぱり全く違う角度で植物見てたんだなっていう感じはすごくわかりますし、まあ読み物としてもすごい読みやすくて面白いので、これは結構おすすめな一冊です。まあ、ただ残念ながらこれもう絶版なので、新書では買えないんですよね。私もアマゾンで中古で買ったんですけど、まあ、ちょこちょこたまにアマゾンとか見てると、マーケットプレイスでしたっけ、中古で出てるので、まあそういう機会があったら、あまり高くないタイミングで買える時があったら、ちょっと買ってみて読んでみてもらっても面白いと思います。これがマダガスカル異端植物紀行という一冊でした。で、あとこれもちょっと自生地の本になっちゃうんですけど、なんか自生地本ばっかりですね、紹介するのが。これがワイルドエケベリアという本で、エケベリアの自生地の写真が載ってる本ですね。珍しいですよね。まあ、交配されたエケベリアとかがたくさん載ってる本とかは、まあ、たくさん出てると思うんですけど、まあ、こういう自生地のエケベリアを扱う本って多分他にないんじゃないかなと思います。まあ、これはですね、クラウドファンディングで、出版の活動をされていて、で、私も応援して支援して、まあ、送られてきた本なんですけど、まあ、でも多分書店でも売ってるんじゃないかな。クラファンで賛同した方には早めにお送りしますみたいな感じで、多分書店でも売ってるんじゃないかなと思います。ちょっとあんまり見たことはないですけどね。でもこの本も結構、エケベリア自体私もそんなに育てるのが上手くないので、まあ、うちでもたくさん育ててるわけではないんですけど、まあ、この本はすごい面白い一冊でした。あとはやっぱりよく聞かれるのは栽培本ですね。これからコーデックスとか、あとアカベとか育てるんですけど、まあ、何を見て、どんなおすすめの本がありますかってよく聞かれるんですが、もう私がもうこれおすすめしてるのは、もうずっとこれは私言ってますね。これです。NHK の趣味の園芸から出てる12ヶ月の栽培ナビっていうシリーズで、これがコーデックスとかアガベとかビカクシダとかエケベリアとか、まあ、品種ごとにたくさん出てるんですけど、まあ、これは結構ね、やっぱりね、初めての方にはやっぱりこれが一番定番としておすすめだと思います。まあ、NHK の出してる本なので、まあ、そんな間違ったこととか、突拍子のない管理方法とは書かれてなくて、まあ、ちょっとね、中級者以上になると、まあ、載ってる品種も少ないですし、まあ、栽培方法としても、まあ、結構当然かなっていう形のことは書かれてるんですけど、まあ、まずは、まあ、大まかに、まあ、この月にはどんな管理をすればいいのかなっていうのを、まあ、知ることはすごい大事だと思うので、まあ、この本は私はいつも聞かれたらおすすめしてる本が、これ12月栽培ナビシリーズですね。これはまあまあいいと思います。持ってて間違いないかなと思います。あとはなんだろうな、あ、これも最近出た本なんですけど、アガベ、アロエ、ソテツ、名品図録。これもシャボマニアックさんが書かれた本で、まあ、アガベとアロエとソテツだけでこの分厚さなんで、まあ、結構攻めた本ですよね。まあでもこれも良かったですね。まあ、アガベと言ってもチタノタとか今流行ってるような、まあ、品種は本当数ページしか載ってなくて、まあそれ以外のアガベ、チタノタ以外のアガベもたくさん取り上げられてますし、あとアロエがやっぱすごいですね。まあ、これだけまとまったアロエ本って今までなかったような気がするんで、まあこれ見てるとアロエ今まで興味なくても、まあちょっとアロエ育てたいなって絶対なること間違いないと思います。これは去年出た本の中では良かったです。アガベ、アロエ、ソテツ、名品図録。おすすめです。まあ、そして最近出たシリーズとしてはこれは雑誌です。インドアジャングルのボリューム2ですね。これインドアジャングルっていう雑誌、確か去年から始まったのかな。ボリューム1も持ってるんですけど、ボリューム1がこのアガベでした。アガベネームド図鑑っていうのが、まあ、特集としてあって、
まあ私もハガベそんなに興味ないので、まあまあペラペラと、まあ、一応持ってるという感じなんですけど、この第2弾がつい先月の末かな、だからつい先週ぐらいに出たのかな、発売されました。これがインドアジャングルで、今回ビカクシダが特集されてますね。まあこれは良かったっすね。まあ、ビカクシダ自体私も大好きな植物で、まあ、育てるのが下手すぎて全然大きくならないんですけど、まあこれはすごい良かったです。いろんな、まあ、ビカクのプロフェッショナルの方の紹介されていたりとか、まあ、あとはビカクだけじゃなくてパキプスとか、ケープバルブとか、あとアンスリウムとか、まあ、そういうのも載ってる本だったので、まあ、これはすごいいい本でした。おすすめです。結構今アマゾンとかでもしかしたら売り切れちゃってるかもしれませんが、前回アガベの時も結構売り切れてたんですけど、まあ、その後増刷されて今は普通にアマゾンとかで買えるので、まあ、もし今売り切れちゃったとしたら、まあ、ちょっと待てばおそらく増刷されると思います。このインドアジャングル、まあ多分次またボリューム3が出るのか分かんないんですけど、まあ、ボリューム3もすごい楽しみですね。でもアガベ、美学ときてボリューム3は何になるんでしょうか。それも気になりますね。なんか今年のトレンドとして来る植物になるのかな。今年のトレンドは植物何が来るんでしょうね。まあ、全然ちょっと予想できないですが、皆さんは何のどんな植物が今年は来ると思いますか。このインドアジャングル見かけたら読んでみてください。これはすごい良かったです。という感じですかね。という感じで、まあ、今回はちょっと、まあ、雑談しながらっていう感じになってしまったので、ちょっとね、まあ、皆さんが見てためになる、まあ、動画になってるかはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こんな感じで多肉植物の本が出ては買い、本は出ては買いをしておりますので、まあ、また今後おすすめの面白い書籍があったら紹介していきたいと思います。で最後になんですけど、ちょっと告知というか、まあ、宣伝だけさせてください。まあ、これが撮りたいから今回書籍の企画にしたわけではなくて、たまたまタイミングがあったので、まあ、ついでにっていう感じなんですけど、これモノマガジンっていう雑誌、皆さんご存知ですかね。まあ、結構昔からある雑誌だと思います。私ももう結構長い間たまに読んでますね。このモノマガジンの3月1日に発売された3月16日号、こちらが植物道楽で植物特集だったんですね。なんとこの雑誌私載せていただいております。ありがとうございます。まあ、植物道楽っていう特集なので、まあ、それのつながりで今回お声掛けいただいて、まあ、載せてもらったんですけど、まあ、意外とね、頭のページ18ページかなに見開き1ページでドンと写真あり文章ありで載せていただいておりますので、まあ、これコンビニとかでもよく見る雑誌なので、まあ、よかったら立ち読みとかでもいいので見てみてください。あのモノマガジン、さっきも言った通り、まあ、結構私もガジェットとかが好きなので、まあ、特集によってはよく読ませてもらっていた雑誌なんですけど、まあ、その雑誌にまさか数年後自分が載ることになるなんて、ちょっとね、何が起きるか本当分かんないですよね。結構感慨深いなと思いました。はい、モノマガジン3月16日号私が載っております。でこれももう動画で何回か言ってますが、園芸ジャパンっていう、これは古典植物の雑誌ですね。これの3月号にも私が掲載されております。まあ、あとは今月発売になる園芸ジャパンの4月号、多分3月10日前後ぐらいに出るのかな、まあ、3月10日前後に出る4月号に関しても私また掲載していただいておりますので、あ、なのでもうこの2ヶ月で3冊の雑誌に載せていただくってめちゃくちゃありがたいですね。いや、まあこういったお声掛けいただくのは本当に嬉しいので、いや、ありがとうございます。まあ、うちは結構ね、植物1000株と暮らす男って言ってるんですけど、まあ、植物に本当溢れた、まあ、家で生活をしておりますので、まあ、そういうなんかね、ちょっと狂ってる感じですよね。まあ、コンテンツとしてはすごい目を引くんじゃないかなっていう気は自分でもしておりますので、まあ、よかったらまた何か機会があればお声掛けください。まあ、ポパイとかなんかインテリア系の雑誌もいつかはね、お部屋紹介的な雑誌もいつかは載りたいなとか思ってるので、その関係の編集者の方見てたら、ぜひそういう企画があった時はお声掛けいただければ嬉しいです。はい、ちょっと脱線しましたが宣伝でした。ということで本日は我が家にある書籍をダラダラと話しながらいろいろと紹介をさせていただきました。まあちょっとね、動画内で言った通り、この2年間ぐらいでだいぶ私の思考としても、まあ、自生地とか、まあ、そういう写真集とか本が増えたんじゃないかなと思ってるので、まあ、この後もそういう本がどんどんと増えていってくれたら嬉しいなとは思います。まあ、あとはなかなかちょっと開墾植物界隈雑誌ってそんなに出ないので、まあ、もっとね、もう少しこの雑誌で目にする機会が増えれば、もっとこの開墾植物がどんどん広がっていくのかなという気はしているので、まあ、何かまたおすすめの本とかがあれば皆さんもぜひコメント欄で教えてください。
では本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リトマンでした。いやそれにしてもやっぱり自分が本になるとやっぱなんだかんだ嬉しいものですね。まあ電子書籍の世の中になってきてますが、こういう紙の方も絶対になくならないでほしいなと思います。